明日の午後5時、新次湖畔で待っていて。クラスメートを集めておくわ。のぞくんは相談に乗ってもらったけど、付き合っているわけじゃないわ。じゃあ、また明日ね。雨の便箋。年が明けましたね。マックス君は元気にしていますか？高校生活も残り少しですね。私の高校生活は辛い日もあったけど楽しい日もありました。当たり前ですね。いよいよ受験です。お互い頑張りましょう。マックス君と知り合えてよかった。離れていてもすごく近くに感じました。人と人の距離って実際の長さじゃないのかもしれませんね。今年もよろしくお願いします。文野彩。お客さん、大きとられますか？荷物が届きましたよ。では、布団を片付けさせてもらいます。彼女はお休みです。
それって松江の子が通帳って話題になった雑誌ね。この辺りでたくさん売れたはずよ。15年前でしょ。多分おらんと思うわ。もう少し若い世代ね。智子ちゃんならもうちょったかもしれんけど。私はもうちょらんけど、近所の古本屋にあるかもしれんよ。それではお気をつけて。ですかね。ほーなら、この道をまっすぐ行って突き当たを右ですが、はいはい、文庫は右手の棚にありますよ。はいはい、今日は晴れちょますよ。はいはい、だんだん芥川龍太全集ですね。夏目漱石全集ですか。ワカサギのことでやすよ。この辺りじゃ味のいいサギって意味で、アマサギって呼んでやす。へい、アマサギの照り焼き定食を一丁。半額でいいで。ええことがあで。なんがとはまだ言えらんが、お告げだ。夢にご先祖様が現れて、文の帝のことを聞きに来た客を半額にしろと言ったんだ。スタンプラリーの台紙は、新事故バッジを新呈しよう。1999年モデルのプレミア付きだで。
今わしは機嫌が悪いんじゃ。帰ってごせ。そうならわしの機嫌を問うだな。欲しかったレコードじゃよ。懐かしの大林朝日。若者、なかなか優しいな。好きなだけ店の中を見たわ。もちろんああで。ちゃんと探せ。なんじゃ。店を閉めてもいいんじゃぞ。その本はわしの宝物じゃ。簡単には売れないんじゃよ。そうじゃな。どれだけこの雑誌が欲しいか語ってみ。その話にわすが感動したら譲っちゃうわ。そぎゃんこの雑誌が欲しいだてて。お前さんはいいやつじゃの。感動したで。こうを譲っちゃろう。ここにある本はすべてわしの宝物じゃ。口の減らないやつだな。